ね、半年に1回ぐらいなんかこう釣り堀借りて、で釣り体験して、でそのレッスンの後レストランの個室みたいなところを貸し切って、で、全員集まってご飯食べたりとか、あとまあ、あとはこの時期になると忘年会とかかな、そういった、場が一番楽しいというか、まあ、みんなこうワイワイやってね、やってるのが楽しい。なんで多分、根本は多分職人気質なんだろうなっていう気がしますね。多分まあ今ぐらいが、限界、まあ、わからないですけど、途中でね、考え方が変わってくると別やと思うんですけど、そのあんまりこの大きくしていくこと自体にそこまでこう熱量がないというか、現場の親方とかって多分そういう人が多いと思うんですよ。若い衆連れてって若い衆がこう楽しんで飲んでくれたらええんやみたいな感じの、そういった感じに近いのかなっていう気がするんで、多分ねこの考えというかそういう人。まあ僕も含めそうなんですけど、になってくると、あんまり大きくはならへんと思う。